久しぶりにやるから、あ、でもね、ちょっと聞いてほしいんだけど、マウスは変えたんですよ、スイちゃん。マウスはね、あの引っ越しと同時、引っ越しと同時に新しいものに変えて、なんかちょっとやりやすくなったような感じはあるかも。あ、久しぶりに、あ、違う、ごめんなさい、間違えました。あ、違う、今日は、初めてやるんですけど、ゲッティングオーバーイット、なんか、初めてやるんですけど、やるんですけど、あ、なんだこれ、あ、なんか、壺からおじさんが出てきたんだけど、え、これどういうこと、え、壺からおじさんが紛れ込ん、出てきたんだけど、これどういうこと？よいしょ。こうやって、こうするとピョーって、あ、なるほど、飛べて、あ、なるほどね、で、ここは、え、ここどうやって乗り越えるんだろう、ここをやって、こうかな、あー乗り越える、あーなるほどね、あーなるほど、あ、そんな感じね、了解。え、で、こうやって、あ、なるほどね、で、こうやって登っていくゲームなんだね。で、これってゴールはどこなんだろうね、どこがゴールなんだろう、何をしたらゴール、これはおじさんはどうして壺に入っているの、誰か教えてください。スイちゃんうまい、え、ありがとう、初めてにしたうまいかな、本当ありがとう。やっぱね、あのゲームのセンスがね、光っている感じがしないか。よいしょ、ぴょーん。よいしょ、あと言います。今日は、ゲッティングオーバーイットというゲームをね、やっていきたいと思うんですけども、どんなゲームなのかちょっとよく分かってなくて、はーい、あー、もう全てが嫌、戻れー、イエーイ、めっちゃホーリデー、ウキウキな夏。今日の配信って何だったっけ、え、皆さん分からないんですか。今日の配信は英語をしゃべる配信ですよね。スイちゃんイスト、あ、アボレブル、ラスクアピール、何もわからないよ。